一、論理的思考とは、筋道を立てて考えること。聞き手や読み手など、第三者が納得する理由が必要。論理的と論理的でない場合、論理的と理屈っぽいが混同されていることが、意外に多いようです。論理的と理屈っぽいは、 どちらも筋道が立っていることですが決定的な違いがあります。論理的とは第三者である聞き手や読み手にとって客観的に筋道が立っていることです。一方理屈っぽいとは自己満足的に筋道が立っていることです。話し手や書き手の頭の中では話がつながっていても 自分に都合がいい話だけを並べていることが多いのです。聞き手や読み手にとっては、へりくつを並べているだけで筋道が立っていないと感じられます。例えば、話し手にとって都合がいい理由しか並べていないとき、聞き手は話し手を理屈っぽいと感じます。論理的であるためには、 客観性が重要です。繰り返しますが、論理的とは客観的に筋道が立っていることです。相手をきちんと説得することが求められる場合、論理的であることが不可欠です。話し手や書き手が信用できない理由、都合がいい話だけを並べても、 聞き手や読み手を説得することはできないでしょう。結論や主張に至るプロセスを明確化して考えよう。聞き手や読み手に対して、説得する理由を飛ばして、結論や主張だけを伝えようとしても、説得できません。例えば、社長が、 我が社には組織改革が必要だと言っても、社員たちには、なぜ組織改革が必要なのかが伝わらないでしょう。なぜ組織改革が重要だという結論になったのか、その理由を説明しなければ、社員を説得できません。説得理由などの途中の説明がジャンプすると、話が伝わらなくなります。 飛躍が多いと相手に論理的に伝わらないのです。なぜならばという理由をきちんと補足して第三者が納得する説明でなければ論理的とは言えません。論理的という言葉には結論や主張に至るプロセスが明確という意味もあります。問題提起から 結論や主張に至るまでのプロセス、手順が第三者につながったものとして理解されるとき、論理的と言えます。二、論理的思考の効用。身近なロジカルシンキングの活用事例。コミュニケーション力。 問題解決力がアップする。交渉力、説得力、プレゼンテーション力がアップする。論理的に考える綱用は何でしょうかそれは、相手に客観的に筋道を立てて話すことができるようになり、交渉力、説得力、プレゼンテーション力がアップすることです。 論理的に話すことで自分の考えを正しく分かりやすく伝えることができます。その結果、相手とのコミュニケーションが容易になります。コミュニケーションとは、双方向の情報伝達です。コミュニケーションにより、相互理解できれば、信頼関係が構築できます。 双方が納得できれば、交渉力や説得力が高まります。近年、交渉力や説得力で注目されているのが、ウィンウィンの関係です。